ばんは。携帯どこいたっけ？そっちだっけ？こんばんは。今日も一日お疲れ様。三村さんは、部屋を片付けます。応援してください。今日本当は午前中から部屋を片付けて、キンキラキンの状態で本当は挑みたかったのですが、なんと、そんな余裕はなく、朝一つ用事はできたんですけど、それで私こと切れてしまいまして、もうそれが何もできなかったと。なので今やるしかないんですよ。そう、きんぴらね、きんぴら、はい。なのでこれから部屋片付けタイムじゃ。で、私はイヤホンをつけてやります。音楽を聴きながらやろうと思います。で、鼻歌を歌いながらやります。でもね、私の好きなボカロとか聴いてると、鼻歌歌ったら怒られちゃうので、48グループのね、なんか48グループ系のセットリストとかないですかね。まああるでしょ。全部歌えない気もするけど、 AKB48 何がいいかな、いろいろありますけども、プレイリスト結成10周年とかありますね。すっごい懐かしい。何がいいかな、まあ、NGT の曲にしようかな。 NGT の楽曲でプレイリスト、あった。え、嘘やん。 NGT48 っていうプレイリストで欅さんいるやん。嘘じゃん。あ、 NGT48 マイベスト10が45曲ありますね。 LINE ミュージックユーザーさんによるNGT48 マイベスト10が45曲ありました。入ってない曲もあるんだと思いますけど、33 49 31、単独コンとかで作ってくれてる方もいるんですね。嬉しいね。あ、59曲がありました。あー、リミックス入ってるわ。そんなリミックスは別にいらんかもしれないな。今プレイリストで流そうとしてるのに、私が作った方が早いかもしれない。あ、思い出いっぱい公演で作ってくださってる方もいますね。ありがとう。あ、 NGT48 楽曲だけを登録しています。16曲、少ないよ。途中で諦めたのかな。どうしようかな。じゃあなんか多そうな56曲の人の使おうかな。どこだっけ、これか。よし、まあ流して私が口ずさむだけなんですけど、シャッフルで流そう。いきます。ピッ、あ、タラララタラタラ、どうせ幸せとか不幸せとか変わり番号でやってくる先生。ということで、じゃあ片付けを始めますよ。みんなのコメントをね、チラチラ見ながらやります。やがて雲が近づいて、突然の歌じなし、出来
日にふざけては通れない時にはにもあるさ。みんなで一緒にせーの心にライブ始まった。に何があってもどうにかなるよ、涙の隙間にキラキラと日差しが見える、雨は止む、今日の願いは明日の希望に虹がかかるだろう。元気出して行こう、ちょちょちょ、風と時間は味方だよ、今の空も変えるんだ、知らぬ間に。はい、せーの。海とか空模様なんかは気にするな、そのうち星空とか太郎ぜ、ちゃん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 、心に宇宙が広がるよ、悩んだことはちっぽけすぎる、溢れた涙の流れ星、願いを一つ祈ってみよう、遠い東の地平線から夜が明けてくるよ。ペットボトル潰さなきゃ。前を向いて行こう。パンパンパン、タララ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 ラ起きる、ジュチャ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 、ジュチャ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 、チェチャ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 。1曲目が終わりました。次何かな。ウヒのシャッフルにしてるから、おい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 、あーよっしゃ行くぞー、タイガーファイヤー、ダイバーファイバーファイバーファイバー、じゃあじゃあちょここいつも木漏れ日の下のあの影は、あの影は時折の風に揺れながら揺れながら近づく季節のその気配、その気配、空をめくったカレンダー、わー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 、おーえっえええまた恋と気づかずに別れ際口にしたこと、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、だよね、回も見てしまった道の、おい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 、来ないのかな、もうちょっと間違えた、僕はそれでもときめく、
袖のシャツの制服が。よし、ペットボトルを潰そう。手を振った禁断の禁断禁眼だった。口の形だけで言っちゃった。かけてやってきた夏確かめた。私が勝手に賛成しただけなんですけど。リレリロラロラリレリロラロラリレリロラ。おー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 。袋持ってこよう。おーおーよこしょ。おーおー元気だよね、お元気ですか。ようやく会えて本当よかった。また人間と接く見つめ見つめあセイハロー。あれから何してをしてました。そんなことどうだって。今からのペットボトル潰すのでうるさくなります。許せ許せサスケ。今日だけは全て忘れてもっとステップ踏んで完全燃焼おさみになって出てたやらせもっと無事出てたすべる出てたすべるけど大場目来た。やった盛り上がってるかやばいかなあいつもこいつもハッピーでうわ、2番全然わかんない。めっちゃ懐かしい。どんな夢を見たかいる。とっておきの笑顔見せて見せて。頭からにして揺れようぜ。体が勝手にグルーヴしてくエクスペリNGT で一番オーサムのさ、オーサムらしからぬ歌い方ができる自信があるわ。ララだから。おあげ。おさんけこうよ。おさんけこうよ。おさんよ。永遠だよ、へが。ペットボトル
りの色やや心配さて恥じるらららら ら, ら歌詞わかんねえだから今は長夢中でエンドレス楽しくやろうぜ。私の手を引いて何百年に一度近づく惑星一緒に見ようよって夜空を開けてどうやって届くのかなちょっとキスをちょうだいだってなんかいい感じ初めて出会った You take me さて久しぶりのロマンティック胸が飛び始まりだポン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 久しぶりに歌ってるツアーぶりかも。あ、ツアーだっけ。違う、ツアーじゃないわ、あれだ、コンサートのやった。リカさんの卒コンのスキル。うわ、ツアーじゃないわ、なんかもっと昔に感じる。Stop it.
予感だよ。パパ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 パいいよ、みんな当ててみて。それでは A メロが始まります。歌えますよ。じゃあ駅のプラットフォームでつなぐはずく少し離れため息ついた。それでも幸せに思えた。だけど認め合ってもリアクション困ってしまう。不意に胸がキュッとして目をそらすしかない。心を見透かされる。なんてぎこちないんだろう、なんて不器用なんだろう。僕は長いおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街を遠目に眺めてた。なんてぎこちないんだろう、自分でも気づいているよ。そっと遠くから車よし。ペットボトルはあらかた、あらかたですね。まあこの前やったばっかだからね。よいしょ。あ、待って、まだちょっと待った。よっ、これだけかな。あ、これだ。めっちゃ久々に来たかも。いつもワーハだったね。他の公演楽曲と違って渡り鳥と、まあ渡り鳥はね、まあ折り面だからさ、いっぱい聴いてるけどさ、そうじゃない曲はさ、だいぶ最近は聴けてないからね。落ちおうちょタラタラだって想定外だ。好きでいた、ドキドキしてくる。泣いたんだ通学電車。いいのね、口笛ね、できないの。なんて不器用なんだろう、なんて不器用なんだろう。僕はドアにおでこをつけ、良いスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた。なんてぎこちないんだろう、なんなんだだ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 だ。ふっと遠くからす、よっこいしょ。じゃん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 。
ゃん。あともうちょっとで洗濯物が終わる。あ、次の曲になる。なんだろう。ガードレールをピョンと飛んで。ちょっと思い出いっぱい公演曲が続くね。私これあのシャッフル再生なんですけど。始まらなくて片思いは僕のもの。一瞬だけ。お風呂洗ってきていい？沼に時計は刻んでる。だからちょっとみんないい子にお留守番できる？ああ今叫びたくなる感情こそが青春。バイバイ。チクタク針のない時計は止まらない。こんなに好きになっちゃうなんて僕も今日まで想像しなかった。あーでも何もできないこそが精神。春の制服スカート揺らしカードレールをピョンと飛んで君は全力走っていくよ。風は後から追いかけていくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう。どうしてこんなに切ない。振り返ったら青春。ただいま。だってもう日のだってほとんどさもうあ洗濯物終わった。あのだいたいさ何うわナッツなんとかリミックスだ。フランスパンか豆腐か分かんないけど青春の件2曲続けてちょっとそんななんだっけなんかしようとしたの。あそうそうそう、あのいつもさ結構早い段階でさ お風呂掃除しちゃうからさ別にあのそう終わってからね。だから別にそんなに掃除することもなく。眩しいんだろうどうしてこんなに切ないんだろう。豆腐メンタルリミックスだナッツ。ちょっとでもちょっともう先にやっちゃったからさ青春時計飛ばすね。次なんだろう。ちょっとお風呂じゃない洗濯物取り出してきたい。なくなるよ嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。じゃん。ななななななな。わあ。なな。
がいな、これ掃除したい。喧騒って気づいてしまった、世界はどこもだ。わ、これ一緒に夢と歌ってた終わりを何が待ってるのか知りたい知りたい、いつか大人になるんだ、嫌だって拒否しても世間体を気にしながら、だって前言うだろう、僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう、そのだから今は好きなように歩きたくなってきた、まあ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 、懐かしい、研究生公演やってました、この曲。僕じゃなくな、洗濯物を干します。そのうちパラッパ、洗濯物が、わー、ここの振り難しかったな。とこどむでいたいよ、源氏、わあ、めっちゃレイナさんの声だ。さよなら、絶望するだけ、僕が別れ構わない、賢くなりたくはない、ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ。いい曲。いや、大人になる前に結構好きな曲なんですよ。結構ってか、別に NCT の楽曲はどれもいい曲ですからね、こうずつけがたいんですけど、まあその中でも大人になる前には結構好きな曲上位ですね。うわあ、落ちた。次はなんだ、ん、何をしてるの、ララ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 しまうよ、ああ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 あ君どこ？だあ、え、違う、君どこだっけこれ、なんだっけこれなんだっけこれ、カーテンの柄、カーテンの柄か、ナッツ、ナッツ、もう最初何の曲か分かんなかったもん。なんか絶妙に怖い曲ね、ホラーっぽい曲。
ナッツ。すごい、こんな後ろの音こんなコロコロしてたっけ。どこに行ったって見つからない。噛んじゃった。わーん。あ、これゆかさんの、ゆかさんのお洋服です。あ、いて、ゆかさんのパーカーをかけます。ナッツ最初かかってさ、何か分かんなかったわ。君とかはまた全然違うか。あ、何をしてるの。ただただいいんだけど、あ、うわ、かっこいいベース。ギターじゃん、アコギじゃん、いい音。なんかね、暗い曲なんだけどね、コード進行は多分そんな暗くないのがいいね。特に2番、このキーンの音マジで分かんなくて何の音やねんって。ナナ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 。おー、ここブレイクなんだ。キュイーンって音が聞こえるめっちゃ久しぶりに聞いたかも。ここにいるのにね、何を思い出して、どうだろう、どうかせるに、おあ、ここ怖くなんだよ。ここ意味わかんないけど、かなんか怖くなんだよ、ここ。あ、もうすぐお風呂ができます。連絡つかないんだ。怖い。連絡つかないんだね。怖いよ。逃げられ。ちゃん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 。心の中を全部吐き出せたのかい。ちゃんちゃん。傘が残っていないかい。格好なんかつけなくていいんだ。本当の気持ちをさらけ出せ。僕らは天使なんかじゃない。そう、誰だって口汚くなるよ。いい曲。感情的に、あー音が重なっちゃうのか生まれてからずっと信じてきた大切なものに裏切られて、お風呂が沸きました。なれるわけない。あー、真実とは誰も開けちゃいけないパンドラの箱か。チャラチャチャチャラチャ。あ、知りたくなんてなかったよ。正義はどこにある。わわわわ、愛よと押して優しげに微笑んで近づく僕から、何を奪おうと企んでるんだこれ以上。この曲はツアーのひなちゃんのイメージある。マジ嬉しい。一晩で振り入れしたやつね自分で振り起こしして覚えたやつね。あの、ちょっとどうしようもなくてやるしかなかったから覚えたやつね。振りをすればよかった。
もなかったように、青い空は、ここのハモが一番好き何の迷いもないまま晴れ渡っている、チャラチャチャラチャチャ、はあ、どこに隠したんだ、憂いは捨てたのか、昨日のひのちゃんの表情最高でした、ありがとう。私結構ね、毎回毎回、まあどの曲もそうなんだけど、踊るときに違う感情で違う人で踊ろうとしてて、そうだから毎回ね、違う雰囲気に見えると思う。てかそうじゃないとね踊れなくて、そうだからね、マジで毎回違う顔してると思う。全てを一度失えば暗闇の中に見えてくる、諦めたのは何なのか、欲しかったものは何なのか、あーあーおー、何も持ってない手のひら開いてみせろ、バママパ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 マ、愛よの押して優しげに微笑んで近づく僕から、何を奪おうと企んでるんだ、これ以上もう誰も信じたりはしない、今すぐ絶望すれば楽になれるさ、奪われてから初めて気づく失ったもの、チャン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 、いやーてかいい曲、ストリングスのドゥ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 、こう壮大な感じでやっぱいいよね、歌手もねかっこいいしね、いや、やばい、なんかくっついてきた、思い出いっぱいの曲が多いな、さっきのカーテンの柄が異質すぎたなてくる呼吸をするたびに高なるんだ、もうヒノは全部セカヒトはねハモっちゃうから、みんなじゃあシュメロ歌ってみて、ヒノ全部ハモるから、生きることで素晴らしくなる、今素直に愛の連鎖なんだろう、世界の人よ共に歌おう、願いのすべてこの歌に込めて、手と手つなげば分かり合えるんだ、みんな一緒に幸せになろう、昨日ユーハとの蒸発でユニゾンにしてた、そうなの、あのねユーハが喉がねやばかったからね、ちょっとねさすがにユニゾンにしようかっつって一緒に歌いました、シュメロを。悲しみの雨に打たれて、だが溢れたら思い出すんだ、これ靴下の音で、誰かが見守ってる、じゃないよどんな時でも、チャ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 ンチャ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 ンチャ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 ンチャ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 ン、そう世の中捨てたもんじゃない、ワン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 、世界の人がいるか、
つまかかトトンタタじゃんじゃんじゃん移動じゃん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 わー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 世界の人よ共に歌おう願いのすべてこの歌に込めて手と手つなげば分かり合えるんだみんな一緒に幸せになろうみんな一緒に幸せになろう NGT で珍しいですよねもう完全にクラップと歌だけになるっていう曲珍しいかな。いやまあでもそんなことないかな。おおこれもまた懐かしい曲が来ました。懐かしくもないか。せーの。私これもすごいなんかめっちゃ早く振り入れしてさすごい難かった。いやレイナさんに褒められたんだこの曲。スキー部の合宿来たけれど一週三一週三いやそうこれポンコツなんですけどポンコツなんか本家の振り入れの時はまあ初めての振り入れだからなんかすごい時間かかったみたいななんか5、6、7時間ぐらいかかったみたいな話を聞いて私ね1時間半か2時間ぐらいで振り入れしたんですよあのアルビーさんのアルビービービーさんの応援のパフォーマンスの時にこれをねそのリリースの1日後か2日後とかにやんなきゃいけなくてで私なぜかそこにメンツでいてそれやんなきゃいけなかったんですよ、まあ、別にそれは全然嬉しいことなんですけどだからなんかそう2時間ぐらいかなちょっと覚えてないんだけどそんぐらいでやんなきゃいけなくてそうすごいすごい心配でしたけどなんだかんだやりましたねそうポンコツですポンコツポンコツをそうだから私オリジナルメンバーじゃないけどアルビーさんでやるために振り入れしてそう 1,2 時間で覚えました確かでそれでレイナさんにえなんかその私たちはめっちゃまあそれはね先生に直接教えてもらうからなんか踊れるまでに何時間かかったけどひのちゃん早いねすごいねってそこで初めてレイナさんとなんかレイナさんだっけいやレイナさんだった気がするんだよなちょっとごめんなさい記憶違いだったらそうそこでなんかまだ別に今みたいに仲良くはないのでレイナさんとは普通に先輩後輩ぐらいだったので懐かしいですねポンコツぶりも個性だあそうしかも一人だけだったのそうなんかさもうちょっとさもうちょっとそのオリジナルメンバーじゃない人がいたらまだいいんだけど私しかいなくて踊ったことない人なんだっていうのそのオリメンじゃない人がだから私だけ覚えなきゃいけないから私以外をねあの振り入れに付き合わせるわけでもいかないしかといって私振り起こしできるほど V から振り起こすの得意じゃないしだからその場で目で覚えて踊ったんですけど踊ったってか覚えたんですけどようやったわようにやるかったのはすごいでしょまあでもこんなんねいっぱいありますから氷山の一角でございます勝ちだよし洗濯物干せた素晴らしいじゃーんじゃらだーじゃらだーポンコツじゃつむぎみがあでもなんか部屋の片付けだいぶ進みました素晴らしいあの部屋の片付けで何個かこいつが原因みたいなのって、まあ、ペットボトルとお洋服なんですけどあともう一個あってちょっとすいません汗だくなんで髪の毛ボサボサなんですけどこの子たちですねこの子たちがですねなかなかシマエないんですよ
だからまとめて置いとくしかないんですけど、この子たちがね量が多くてね、毎回持って帰るんですけど記念に。あ、でもちょっとすっきりした。なんかこうやって並べてみると1月頭よりちょっと、うわ、フランスパンリミックスだ、青春時計のフランスパンリミックスだ。え、クマさんの時ちょっとすっきりしてるよ。よかった、やったぜ。1月20日とくれ、ちょっと待って、これこれ、はい、ちょっとフランスパンリミックス一旦しまってもらって、あの、ね、ちょっと見てほしい、見てほしい。あれこれじゃない、あ、そうこれこれ、これとこれでいいや。ほら、わかります？これ上が2月10日で下が1月20日なんですけど、ちょっと違くない？上の方がちょっとすっきりしてない？ちょっと見づらい、見づらいかもしれないけど、分かって、お願いだからね。え、やった、嬉しい、イエーイ。そう、別にねお正月で太ったとかじゃないんですけど、今ね頑張っていろいろ試してるんです。だから応援してね。2月12日、1月8日、1月8日。このね劇場公演の写真なんですけど、結構ふざけてることが多いんですよ。なのでね、例えばこれコレクションするの趣味だって方も多いと思うんですけど、意外といいですよね。おすすめします、意外と。よし、さて、ちょっと髪とかボサボサですけど、さすがに顔出すか。このままだと顔出さずに終わってしまうので、まあ、別にそれでも私は問題ないんですけど、ちょっと、え、やばい、ちょっとさ、日野さ、部屋片付けるのにさ、もうなんかさ誰かの監視がないとさちゃんとできないわけね。私、三浦日野って本当にダメ人間なので、なんか誰かのねこう協力がないとねできないんですよ。あ、すいません、本当ノーメイクでボサボサでなんですよ。だからさ、皆さんの協力が必須なわけ。だからこうやってね配信しながらね部屋を片付けるっていうのはみんなの監視のもとねできるわけでございますよね。だから私としては部屋も片付けられるし、みんなも配信が見れるし、比較的ウィンウィンだと思うね。眠い目をこすりながら15分だけ配信するなんかよりは、まあもうちょっと有意義かなって思うわけでございますよ、ピノはね。まあ別に面白い配信かどうかは置いといて、でもちょっと私はその配信外で努力できないので、だからもう部屋の片付けするためだけに配信をするっていうのも、まあもう毎日配信して1500何日とか経ってますからね。そう500何日とかですから、まあだったらね、そうね、別にね、まあええかっていう感じで許してください。はい、別に毎日このつもりではないんですけど、まあね今日はもう終わってしまうので、お風呂できたんでお風呂入ります。このまま部屋もね、この前さ6割ぐらい片付いたって言ったじゃん。
で1割ぐらい戻ったのよ。だけど今もうね 7.5 割ぐらい片付いたよ。 7.5 割ぐらい片付いたからちゃんとね一歩ずつ進んでるわ。一歩進んで二歩下がるにはなってないわ。二歩進んで一歩下がるぐらいですね。うん、違うわ、一歩進んで二歩下がったらだいぶ下がってんな。三歩進んで二歩下がるか。だからそう、三歩進んで一歩下がって三歩進んでるぐらいなので、うん、まあまあまあいいんじゃないですかね。いいと思います、許してください。はい、ということで明日は皆さんね、嬉しいと思います。ニコ生です。バレンタインニコ生配信、告白祭りというものがあるらしいけど私は知らない。はい、ということで、ぜひニコ生ご覧ください。楽しい楽しいニコ生配信の予定です。頑張ります。じゃあ皆さん、良い、バレンタインをお過ごしください。お迎えください。あ、プロセカのライブ12時から始まるから広げよう。てかさ、かなでちゃんゲットしたんだけど、すごくない？私が欲しがってたかなでちゃんでさ、そしたらいちかちゃんも欲しくなっちゃってさ、いっぱい引いてさ、そしたら80連中40連が星4が出てきてくれてさ、 5% なんだけど確率が、まあまあいいや。はい、ということで壇上読みます。13位ひまりさん、12位ゆかおしじいさん、11位としさん、10位むつきさん、9位ひのひのさん、8位しんいちさん、7位りいがたかずさん、6位よったさん、5位さむさん、4位おいちくんさん、3位ひよりげたさん、2位いちたさん、1位とうごさん、ありがとうございます。ということでね、ほんとくだらない配信でしたが、皆様お付き合いいただきありがとうございました。ギフトもありがとうございました。コメントもありがとうございます。よし、バーチャルライブ間もなく開演、入ろ、ピッ、ちょっと2号が出るんで。ということで、じゃあみんなまた明日ね、おやすみ村、バイバーイ、バイバーイ、イエーイ、ピースピース、おやすみ村、もうごめん、ちょっとで、いや、お風呂入るんだ、バイバーイ。